アスカアキオエクストリームサイエンスアスカセミナール三十一。それではアスカ先生よろしくお願いします。はいどうもよろしく。今年最初の放送です。あそうか一月、はい、だからな。そうですねよろしくお願いします。はいよろしく。はいそれでは早速本日最初の質問に行きます。はいえ。にぎはやひの見事の正体は除ふくだったのでしょうか。あなるほどね。はい、あのー。 早日というのはねあの神の名前と同時に、まあ、天皇の別名、うん、表現の仕方のね、はい、例えば歌舞伎なんかでも襲名していくでしょ<い>同じ名前を、はいうん、だからそういうようなものの一つ、うん、まあ,ある意味で言うとそう皇位っていうのかなはは皇室の皇位。 暗いって書くんだけど、うん、まあぶっちゃかったことを言うと天皇陛下という言い方に近いものなるほどですね同時にそれは神の名前にもなってるしその称号地位を受け継ぐ天皇陛下に近いものを表す言葉、うん、だから徐福、えー、がその初代だったとしたらずーっと 続く。で最後のにぎはやひというのがいわゆる神武天皇と向かい合った。あ,あはい。僕それ女性だと思ってる。はいはいあはい。女帝だと思ってます。なるほどですね。でないとね、うん、向入りできないんですよ。うんうん、なるほど。最後のにぎはやひの見事は女性。女性 トヨの可能性が極めて高い<ー>と思います。爆弾、はい、発言かな。わかりました。じゃあそのあたりはまた新しい新 D V D の中で。はい、そうですね。はい。楽しみに。アスカ先生、演壇家の皆さん、こんばんは。イエスキリストに関する質問です。うん、聖一撒伝説の正体はイエスキリストで、彼はあるざるにも入。 とのことですが、イエス・キリストは復活した後、この囲いにいない羊たちも導かねばならないと言い、飛んでいきました。うん、古代日本や古代アメリカ大陸に飛んできた後は、あるザルにも立ち寄ったのでしょうか。エイリアンバイブルにはそのことに関する記述はありますでしょうか。 もしあるなら、うん、イエス・キリストはあるざるでどんな活動をしたのでしょうか答えられる範囲ギリギリまで教えてください。うん